こんにちは。こんにちは。キムとケイタがお送りするときめき韓国語。あのね、ケイタ。うん。ちょっと気になる日本語あるんだけどさ。気になる日本語。うん、気になる日本語あるよ。うん、あのね、武士がいいって言葉あるじゃん。武士がいい。武士がいい。うん。武士がいいってちょっとおかしくない？何が？武士は良くないじゃん。武士は良くない。うん。あの武士がいいってさ、なんか自分しかなんか分かんない、自分しかなんか考えないって人でしょ。まあそうだね。うん、でもなんで武士がいいっていうかちょっとね気になった。武士はいいよ。武士は美味しいから。うん、あ、そうだね。あ、カエルは美味しいだろうね。ね、あ、そう、カエル目線って言ったんだけど。そうそうそう、で、人間としては武士がいいって表現の、ね、どうやって出たかちょっとなんか由来が気になるね。うん、そうだね。そう、武士がいいって。いや、それはちょっと俺も知らないね。ね、うん、うん、武士がいい。そう、これさ、これ韓国語でさ、うんうん、パンパンハダっていうの。パンパンハダ。めっちゃ可愛いじゃん。あ、そうなの？うん、ちょっとね、発音がちょっと難しい日本語、日本ではない発音だからね、うんうん、ちょっと知ってみて。パンパン肌。ポンポン肌。あ、ちょっと難しい。これちょっと練習が必要なの。違う、うん、あ、ちょっと違うね。のパンパン肌とパンパン肌とちょっと違う。あ、うん、ちょっと一緒に聞こえる。え、どっちが正しい？じゃあパンパン肌。パンパン肌。それは、これはパンパン肌。ちょっと待って。あ、マジで。あ、同じに聞こえるでしょ。全然わかんない。あ、ちょっと難しい、これ。うん。ちょっともう一回、もう一回。あ、そうそうそう。もう一回、もう一回。パンパン。あ、ちょっと似てきた。パンパン肌。あ、そういう感じ、そういう感じ。パンパン肌。うん、そうそう。ちょっとあの、うん、あれかい、あの、息を出さずにみたいな。そうだね。お、そう。そうそうそう。そういう感じ。パンパン肌。はい。あとね、ヘイタ、もう一個気になる日本語あるよ。あ、まだあるの。あ、もう一個ある、うん、これはちょっと韓国別の話だけどね、うんうん、お前ね、話聞くことあるじゃん。お前、お前、お前言うね、お前って。あ、これちょっとおかしくない？なんで？あの、前の言葉でおつけたでしょ。あ、そうだね。おつけたらちょっと上の人に言う言葉じゃん、うん、お前。あ、そうだね。うん、でしょ。だからもともとそういう感じなんじゃないの。あ、そうなの？いや、わかんないよ。なんでこれもちょっと気になった。だんだん日本語として、うん、お前はなんで目上の人に言わないで、なんね。そのどっちかっていうとちょっと乱暴な言い方ですかね。うん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 、そうそうそう。わかった。まあ、あの、次回までに調べておきます。あ、本当に？ありがとう、ケイタ。じゃあ、虫がいいとお前。そうそうそう。はい。そうそう。まあまあ、まあ、まあ、今回の表現はパンパンだったね。うん、それパン、うん、パンパンだ。うん、ちょっと発音難しいからみんな練習してみてね。練習してみてね。うん、練習してみてね。じゃあ今回は約ここまで。はい。うん、じゃあね。またね。アンニョー。